はい、皆様こんにちは、デニスの坪慶でございます。はい、今日はお茶を濁すじゃないですけれども、私が作ったスタジアムを見ていただきたいなというふうに思いまして、これスタジアムを作ることができるものなんですけれども、私が有明コロシアムを、作ってみました。はい、有明コロシアムって行ったことありますかね。はい、私が作った有明コロシアムが、こんな感じになっております。ね、この丸く囲まれてるのはもうどうしようもなく変えられないんで、一応こんな感じでございます。一応これが国際展示場の方から、来た体で、ね、実際はここ陸橋があって、向こうの方にね、なんだ国際展示場があったり、するんですけれども、はい、ここを渡ってきまして、寄ったらごめんなさいね。はい、ここからね、行くとここ、楽天カードアリーナ、文字数の関係で R カードアリーナになってますけれども、前ね、メインスタンドの横にサブスタンドなかったんですけれども、楽天カードアリーナというのがありまして、こんな感じでね、近づいていきます。ちょっとこれ以上視点低くできないみたいなんで、この視点でいきますけれども、はい、で、歩いていくとね、ここ、まあ、実際はなんかこっちから入れないんですけれども、ここ飲食スペースですね。ちょっともうちょっと暗い感じになってるんですけれども、ここね、ケバブ屋さんっす。いつもありますよね。はい、楽天コロシアム行ったことがある方ならよくわかると思うんですけども、ケバブ売ってるお店と、あとは、飲み物とかね売ってるお店が2軒ぐらい並んでて、で今、ここね椅子とかパラソルとかがあって、でここに、ここはちょっとスコアボードなんですけれども、今大きな、あれがあります。なんだっけ、電光掲示板モニターか、要はメインスタンドでやってる試合の様子を見ながらここ飲食できるスペースがあります。でここ、キッズテニスのスペースですね。まあ、ちょっとちっちゃいコートっていうのがなかったんで、ちょっとそれっぽくやってみました。はい、っていう風な感じでございます。はい、でこっち行くと、はい、ここにね、選手が出てくるところみたいなのがあります。ちょっとそれっぽい建物がなかったんで、そんな感じになっております。はい、で、ここですね、ここ、まあ、サブコートでありプラクティスコートになってます。で、この辺で、私ね、ジョコビッチと出会ったりしました。はい、出会ったって言ってもね、ちらっとね、練習してるのを、見たというだけなんですけれども、映像があるかな、ちょっとあったら載せておきますね。はい、となっております。はい、でこっちですね、ここは、イベントブースでございます。いろんなメーカーのブースが入ってたり、ちょっと本当酔ったらごめんなさいで、ね、画面いろいろ切り替えて、はい、ちょっとゆっくりやりますんで、うん、でここも今、電光掲示板があってベンチがあって座れるようになっております。はい、で、こっちに行くと、有明コロシアムメインの入り口ですね、チケット切ってくれるところ。でこっちから、まあ、ビールがあって、こっちに曲がっていくと、なんだ、ゆりかもめの、有明テニスの森駅がある方です。ここ駐車場ありますね。はい、ほんで、こうか、はい、これが実際のね有明コロシアムの中になっております。近づくのは、近づくのはこうか、はい、こんな感じですね。中の会場の雰囲気、一応ねこれ屋根が3種類ぐらいしか選べないんですよね。のでこんな感じの雰囲気になっております。壁の感じとか、私ね残念ながらロゴとか、つけてないんですけれども、色とかまあ一応こんな感じかなと。はい、横から見た感じはこんな感じですね。はい、でやることができますと。はい、っていう感じ。一応裏側も、出入り口があったりね、その辺は
ちょっとこだわりました。でこれで、右上のバジェットっていうところを見ると 89.1% って、これで置けるもの結構 89% ぐらい置いちゃったんで、木とかスタジアムとかもうこれ以上あんまり置けないんですね。のでちょっとスカスカな部分ちょっと出ちゃってますけれども、まあ一応まあこんな感じが有明コロシアムのイメージかなと、ちょっと航空写真があるんで比べてみますね。はい、どうすかね。まあ、大体こんな感じなんじゃないかなっていう風なところです。はい、で、一応これの、はい、一応このね、スタジアムの、シェア ID っていうのが上に出てます。このシェア ID とか、まあ、もしくは有明っていう風に入れていただくと、このスタジアムをダウンロードすることができますんで、で遊べるのはさっきの、楽天カードアリーナかもしくは、コロシアムですねを選んでどっちかのスタジアムで遊ぶことができますっていう風な感じになっております。一応サーチコミュニティで、名前でアリアケトでビギンサーチするとこれですね、これができますんで、ここで参加を押すとクイックダウンロードっていう風にできたりします、ね、まだダウンロード2回しかされてないですけれども、まあこんな感じで、ありますんで、よかったらダウンロードしてみてください。はい、じゃあ今回はこれでおしまいです。ありがとうございました。